織と元気いっぱいシンガーソングライター有松くるみと北陸アイドル部のクリスタルボイスせいちゃんこと奥村せいかとみんなの妹ちゃーちゃんこと岩倉さやかとサッカー大好きファンタジスタりんたんことみついりんかとおっとりマイペースあちゃこと山本あやです。さあ今日はみんなで動画を撮ってます。イエーイ。普段話せないようなことをお届けしようと思って、はい、返事がいいね。ありがとう。4、1、2、3、4。ありがとう。ごめん、ちょっと静かにしてはい、どうぞ。目標みたいな、これからやりたいこと、アイドル部関係でね、はい、なんかやりたいこととか叶えたいこととか、具体的にこれに出たいとかこうなりたいみたいなのを一人ずつちょっと聞いていこうかなと思います。はい。じゃあ番号順で有松さんから。姫じゃなくて？はい、私は飛ばして。今日は進行なんで。どうしようか。なんかさっきゆかりさんなんか言われてんで、なんか考えといてみたいな。なんか言っとったやん。目標、どうするか、何も考えてなかった。どうしよう。なんか、まあ、目標っていうか、やっぱりアイドルって可愛いやん。で、結構、ラブリーがめっちゃ似合う子たちがいっぱいいるじゃないですか。まあ、いろいろな方がいると思うんですよ。で、くるみは、まあ、今までなんか普通ケーキバイバイバーみたいな感じやん、いつも。やけど、ちょっとラブリーになりたいと思って。ちょ、かわいいやん。女の子ってやっぱかわいいやん。絶対にならなくていい。でも、なんかハートが似合う女の子になりたいから、ちょっと色白く頑張ろうと。それ目標。ちょっとやばい。え、なにやばい。すぐそうやってくる。ちょっと、もう一回ちょっと待って、思いつかまんの。じゃあ最後のターンにしよう。そうしよう、そうしよう。次誰か、せいちゃん。持ってくださいよ。虫は難しいね。今日すごい肩出してます。あ、違うんです。ね、本当に。締まりどこまでしかない。締まり。日焼けをね、対策していいと思うよ。富山校とか、福井校も開校して、ちょっとダンスレッスンさせていただけるんですけど、それで仲間も増えてきた。うん。そう、増えてきて、富山県の人とか福井県の人で私たちのことを知らない人にもっと知ってもらって、そこからもっとメンバーも増えるかな。これからメンバーも増えるかもしれんし、それに伴って応援してくれる人ももっと増えてくれたらいいなと思い頑張ります。めっちゃ真面目、真剣やん。富山県民とでもアティスのやりたいこととちょっと似とる。え、なに？気になる。やっぱりなんか富山で、うん、じゃあ私のターンよ。はい、じゃあ。富山でやっぱ金沢ほどの認知度がないからまだね。その、せっかく富山校もできたし、その、全員、アイドル部のメンバー全員で、富山のなんか CM とかに出たい。おぉ。いいな。出たい。さっきふざけって言ったんで、めっちゃ真面目。え、ほんとよ、あちゃんどうしたん？ボケるって言ったんで。じゃあふざけも。ふざけバージョン、ふざけバージョン。お願いします。はい、やりたいことは、森林の中で、はい、来ました。はい、すぐ飽きたな。すぐ森。じゃあ最後まで言って。森林の中で、はい、みんなで音楽隊したい。前の結構あるやん。絵に描いてなかったもん。やろうよ。そうさっきから車の中半分音楽隊やん。確かに。ずっと歌っとったやん。楽器とかしたいってこと？そう。で、あ、ちょっと何さ、タワリンとか。じゃあゲームにさ、ちょっと一回練習混ぜてもらったらいいやん。タワリン持ってる。いいやん。やってもらう。森林で。あちゃちゃ森林ライブやろ。あちゃ森林ライブ。じゃあ3番。ああ、いいよいいよ。じゃあ収集つかま。確かに。せいちゃん個人は？個人。せいちゃんはさ、あ、でさ、思うんやけど、多分聞いとる人とか見とる人とかって、タレントとして個人でやりたいとか思うんじゃない？思うなるんかなと思ったり気になるんじゃない？タレント？うん。いや、そんな要素私ないですよ。急になんでやろ。急にどうして？一人でなんかしたいことない？一人でしたいこと。一人はやっぱり歌いたいですから。ああ、もっと合ってるよ。歌いたいな。もっといけるよ。もっと歌姫。CM とかってこと？それ以外も。CM とかで歌いたい。それ以外やりたいことある？やりたいこと？あ、あれこと？なんだろう。あれやね。子供用の歌とか歌えばいいよ。あー。子供大好きやから、せんちゃん。そうだね。子供向けに。みんなの歌。童謡とか。そうそう、みんなの歌。あー。それなんか新世界みたいなさ。あ、いいじゃん。で、振り付けもなんかできそうね。じゃあちょっと配信していけたらいいな。ちょっと言わされた感じです。次は、はい、次だよ。はい、はい、なんかはね、テレビに出たい。おお、いいじゃん。どんなテレビに出たい？
おお、いいよ。それもいいね。健康お届け番組。あの、食べたい。あ、食べたいんかい。そっち食レポしてみたい。おお、あ、そういうのしたいよ。料理作りたいんかな。作るもしてみたいけど。やってみる。一人イメージないよ、ね。あ、じゃあ今なんかイメージやったらよ。じゃあ昆布あるよ。ドライミカンあるよ。いっぱいでした。違う日昆布かドライミカンとかある。どっちでもいいよ。じゃあこれで、これでもうまかったら、テレビ局にこれ全部送ろう。はい、なしって言われたらどうしよう。違う。違う。大丈夫よ。まず見た目からね。はい。ドライミカン持ってます。ドライミカンですね。あの、みかんが乾いてます。ドライト。だってドライだもん。でも美味しそう、美味しさが引きこもってそう、うん、おー、うん、いただきます。うん、甘いあのね、みかんのね、甘さがね、あの、凝縮されとるよ。おー、でも、なんかみかんってね喋るの遅い、あかん、はい、終わりどうですか？甘いよ。喋るの遅すぎて。うん。ダメか。ダメじゃないよ。でもそれ美味しいよね。かわいい。じゃあ、じゃあいいじゃん、テレビ出よう。うん。3分クッキングではないってことね。3分クッキング。食べる方。行きたい。料理自分のスケート。番組名はない。へぇー。何も関係ない。キュービー3分クッキング。それ本当に好き？それ欲しいやん。食レポしんやん。作りたい。それプラス食レポしたいの？悩み中。どっちもしたい。どっちもね。まあでもどっちも できるってか、まあ料理できるに関するってこと。もう分かってない。もう分かってない。終わり？終わり。リンカね。リンカもちょっとサーカスに出て、テレビ、アイドル部になってからめっちゃテレビ見ることが多くなったんで。クイズ番組とかバラエティとかめっちゃ好きなんですよ。ボタンを押して答えるみたいな。クイズ番組ボタンを押して答えるみたいな。とかなんか回答したりとか。だからミッド TV ビューでなんかやっとったやん。それとかめっちゃ面白かったし。結構なんかしーちゃんとかくるみとかって普段喋っとって面白いやん。全く面白くないよ。真剣な話してるよね。政治について。そうどう思いますか？アイドル部でなんかまたなんかテレビと か, なんか番組と か, なんかどっかの番組出るのとかでもいいし、なんかそういうクイズとか自分が普段見とるようなやつをやってみたいな。番組名ある具体的に。おお、なんだろう。え、リンが普段見とる、うん、好きなやつ出たいやつ。鶏肉って何だろう。おお、え、鶏肉？ちゃんで取る。そう、鶏肉。あ、めっちゃ面白くて、一番好き。え、アントニーさんで取るやつ。アントニーさんで取るやつ。みんな座ってね。そうそうそう。目もらってる。何笑ってる？何笑ってる？あんた笑ってんじゃないよ、あんた。なんかさやかぶら下がられて取るみたい。え、何が？シート見ると。そう。なんやねん。すごい、なんかさやかの上から伸びとるやん、このシート。あ、くるみね。じゃあ最後くるみは？あ、思いついたよ。私もいい。あ、ちょっと、ごめん。結構言ったもんね。いっぱいあるよ。森林も行ったもん。そうやね。森林を出してきた。あとみんなでパックしたい。パック？パック？パックしたパック？どういうこと？パックパック。みんなでしたパック？みんなでパックしたい。したい？これから顔のパック。そう。なんかするよ。あの、みんなでどっか行きたい。アイドル
ルブってめっちゃ楽屋普通に面白い、動物園みたいな感じでめっちゃうるさいし、みんなめっちゃ面白いやん、だからめっちゃ主要人物面白そう、なんか普通に何も考えんと旅しとっても面白そう、やってみた、みんなでやりたいんですよそれを、寝巻き人全員で、そう多分バラバラだよだって18人全員で歩いたら僕もめっちゃ邪魔だよ、絶対分かれみたいな、そうグループに分かれてたね、なんか面白そう、めっちゃダーツの旅みたいな、あ、いいね、あーダーツやりたい、いいねいいねいいね、ダーツやりたい、行き先だけ決めて、行き先だけと、なんかこことここ回ってきてみたいなだけ決めて、あと自由にどうぞみたいな感じでやったらめっちゃ面白そうじゃない、あ、それか、なんかミッション与えてグループ分けて、なんかミッション達成したらイエイみたいな、面白そう、そういうのやりたいわ、なんか釣りとかやりたい、釣り、釣りやったことあるよあるけど、なんかあ、じゃあその前に手づかみやあのグループで分かれてどっちが多く魚釣れるかみたいな、いいね、釣りしたことない、釣れかったよ、釣れかった、やったことあるよ、難しいね、餌つけるの嫌や、釣り、いいもん無理や、私無理やから、絶対叫ぶね、でもロケで試験なんかあった時泣きながらつけた、泣くんじゃないよ、かわいそうやね、泣くんじゃないよ、誰が虫が、それともゆかりちゃんが、だってハリウッド刺されるんよ、虫じゃねえよ、私もそれが終わらない、だってこんな叫んでる人がやつで刺されるだけ、どっちも考えてるよ、ゆかりさんの聞きたくない、確かに、どうでしょう、え、はい、でも大体毎回いつも言っとるやん、なんかふとした時にツイートしたりしとるやん、はい、なんか秘密の県民賞出たりとか、はいはいはい、言ってる石川県とか、あとハッシーが出とる番組とか出たり、あゼロイチ、そうだし、今夜比べてみます、あ、大好き、めっちゃ面白い、とか最高、ちょっとハードル一人じゃ高いけど、しゃべくりセブンとか、あー、めっちゃいいよね、そこから出てきてよ、あの、そこから大好き、楽しそうだね、絶対楽しい、そういう系かな、あ、いいね、もしもさ、あの、出れんかったとしても、うちら出てきそうじゃない、あれ、自分たち出れそう、声でピンテーマ作って全部、みんなの夢を叶えようね、あ、そうそう、みんなで勝手に動画撮って編集すれば、じゃあいいよ、いいよ、なんか番組自分たちで作ろうや、いいね、いいよ、作って、なんて名前する、なんでもやる、なんでもやる、テレビ部、あ、テレビ部、なんか振り切り、あ、そう、バラエティ部でいい、バラエティ部、あ、いいね、めっちゃいいやん、編集みたいな、決定、いいやん、で、いろいろやっていくやん、みんなしたいこと、いいね、で、その間にせいちゃんの CM が流れる、おお、じゃあ CM を自主制作ってことで、それ何の CM したらいい、メンバー募集、メンバー募集、なんて言っちゃうか、メンバー募集、もうメンバー募集、はっきりしゃべって、やめって、もう何やってるか全然わかんない、厳しい、今日も厳しい、ありました、ドライフルーツみかん、え、何やっぱ連れてる、ウィートレイジ、今ずっと喋ってるとボケたりとかわからない、あと今ボケた、うん、かわいいね、あんた森帰りたいもん今森休み、森休み、うん、いいね、帰る、バイバイ、さよなら、じゃあちょっとクリーム締めてもらって、いや難しい、とりあえずあれやね、あの番組みたいなのできたらいいね、みんなの、あのその番組やけど何でもリクエストって答えるっていうか、なんかいろんなことができる番組みたいな、そう、北陸放送部やったんだけど、あ、バラエティ部、バラエティ部っていうのを作ってそうできたらいいな、そう、本当にダメや、1個聞いたら1個するから、そうそういう夢をね、できたらいいね、はい、夢をみんなで叶えていくと、そうね、うん、はい、ちょっと手帳閉めて、閉まってなかった、閉まってなかった、ちょっと閉めてみて、これからもみんなで夢を追い続けて頑張りたいと思いちゃす、おちゃすダメだね、閉まりやばいぞ、ダメだね、さやかに締めた、なんでや、絶対締まらんやん、ちょっとやめ、それで案外しっくり、練習番組締めんなきゃ、打ち切りしよう、キューピーさん北陸バラエティー部やめやと思う、分かった、これからもみんなでやりたいことをいっぱいしていきたいと思います、これからもよろしくお願いします、バイバイ、あー、なんか言ってよ、みんな一緒のこと言うやん、なんだ、どうしたらいい、あ、じゃあリンカ、リンカやってみよう、みんな、みんなやってこい、みんなやってこい、お手を拝借、お手を拝借、初めて、初めて、これは拝借しました、初めてだよ、でも、締め方わからない、あれ、何でもいい、今手出してるから、みんな、いやー、一番いいや、終わり、じゃあ終わり、はい、終わり、皆さんありがとうございました。